ドン。 Hey guys, my name is わさもん。 Nice to meet you. 改めまして、推しがすぐ死の男わさもんです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはテレビアニメ友達ゲーム第1話。あれ、ゆういちくんは友達を疑ってるのです。なんかやばそうだな。推しが死ぬんだろうな、どうせ。はい、ということでね、春アニメ何本目かな、3本目か4本目ぐらいになります。友達ゲームを、今回、見ていこうかなと思っております。一応 D アニメストアではホラー、サスペンス、推理となっていて、なんかな、簡単に言うと友達と一緒にいて、で、借金返済ゲームに巻き込まれて、友達を疑わないことがクリアする方法なんだけど、っていうことらしいっすね。死にそう、推しが。男も女も推しになるけど、男も女も死んでいくんだよ。マジでやだなこれ。辛いけど、まあ、でもなんか惹かれたんで面白そうだなと思ったから、もう早速第1話見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。ゆういちくんって呼んだけど、ゆういちくんで会ってるから。いやー、マジでさ、これ系はやべえって。出会って5秒みたいにならないんならいいんだけどね。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。金、トランプ、金。ほら、もう死んでんじゃん。なんか今死んでんのかな、絶望してない顔。すっげえ悪い顔じゃん。別冊少年マガジン。片桐雄一。講談新聞。修学旅行ぐらい行かせてやれよ。やべえって。だから、まあ友達っていう分にはいいから、すぐ親友っていうやつ俺信用できねえんだよ。なんだ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 、これが一面かな。何、しべまこと。ああ、やばい、早い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 、全然読めない。読もうか、とりあえずこれ第1話終わったら1分30秒ぐらいからかな。そうだと思っていた。200万円。なんでまず生徒が持ってんの？それがおかしいじゃん。教員が持てよ、バーが。何、そんな有名な貧乏なの？ほら、もうお前らが犯人じゃんっていう風に見られるよ。そう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 、そういう風になるよ。
俺と愉快な仲間たち、友達ゲイ、内職もしてん、なんだボロアパートすぎん、やべ、なんか今の車怪しくね、普通の駐車場かな、あらなんか下に車止まっとってやん、なんでわざわざ学校指定なんだ、あら友達ゲーム、お？男女間の差、何？なんだ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 。うわ。うわー、やべえぞ。これはやべえやつの時の声だ。命、友達なわけねえだろ、命の方が大事だ、命ないと友達だってできねえ、やばそうな空間じゃん、おお、何何学ぶくん、怖すぎるやろ学ぶくん、高山みなみさんか、なんで借金のこと知ってんの？2000万？どういうこと？何？2000万って何？はめてんだな。やばい、現実になるってやだな。バロ、は？200万じゃん。じゃあ誰かが払ったんじゃねえ。400万。やべえな。何、高山
南はその誰かが死なないといけない呪いか何かにかかってる。やべえキャラクターだなあ。またこういうの言い出すのが一番怪しい。怪しい。見込んでっていうかもう友達でしょ。おお、サブ隊回収した。エロい体ってなんだあれ。うわー、やーべえ、追い込まれていくじゃん。お父さんとお母さんなんかな、なんか違うんかな。お、言い切った。やべって、なんか不穏すぎるって。これやだって。死にはしないけど、なんか精神的苦痛がすげえやつじゃん。うわー、なんか怖えなーこれ。でか、友情、人を見たら泥棒と思う。借金か。いやー、やばいんじゃない？令和4年。はい。え、マジで動くん？これだけで？同じこと言っちゃった。あ、動きはするんだ。へえ。そこ見といてが怖え。怖っ。怖いって。第1ゲーム、こっくり3ゲーム、スタート。なんだこの目は。はいはいはい、だよ。
はい。は？なんで言えな？なんで？絶対。あ、声を出すこと禁止。よう止めた。絶対誰かはめたよ。はい。はいだよ。はいだよ。なんで？ああ。あら、これはあれか。これか。これか。好きじゃん。なんだ。借金じゃねえ。はいだよ。はいだよ。おいって。やばい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 って。おい、これやばいだろ。はいに行くようにやれ。はいに。うわあ、どうするどうするどうする。やばい、疑ってない？これ疑ってる。Cグループいっぱいいんのか、まだ。そうだよ、はいだよ。そうだよ、はいにすればいいんだって。やばい。やばい。やばい。いない？あ。うわぁ、いじめられっ子。
あれ、ここもなんかあんの？ああ、これ、怪しくない？あら、あら、あざと、本当か、どうする？はいだよ、はいだよ。はい。なんで？そうね。うわー。うわー。じゃ、5人目だけか。おい。じゃあこれさ、最後の人フリやん。うわぁ、これ、5問目にこれ持ってくるの最悪だな。そうじゃん、5人目が落とせるじゃん。1から4が同じ問題文だとしたらやべえよ。喋った？は？ネクストあるでしょ、話したいことがいろいろ。何？何？何？何これは？ちょ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 、泥棒犯罪親子金返せ死ねーとか書いてた。月刊ムーやん。月刊かどうか分からんけど、ムー、あ、友達ゲームのムーね。あれ、これこれ、あれ？やっぱ水木奈々だよ。キャスいたっけ？なんつった？さわらぎの下着？うわぁ。あ、そっかね。C グループって言いよったけど、別のグループものやろ？でも今までいないって言いよったけんが、今映った人たちは何なんやろうか。もう最悪なアニメ見始めてしまった。終わった。よし、ちょっとまず各キャラクターのあそこのシーンを見よう。1分30秒ぐらいだったね。
いや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 、待てって。最悪だよこれ。もう今のところまだ押しうんぬんとかじゃないけど、もうこれ全員が全員嫌なやつに見えてしょうがねえわ。しべまこと学級委員長でスポーツ万能、しかも家が金持ちと、それだけ聞くと完璧なのに、天然で口が悪かったりするから意外と女子に人気がなかったり、てんてんてん、それ込みで憎めないやつ。でもなんか一番最初にすっげー嫌な顔をしたから、多分あれでしょう、いい家に行ったら半額になるっていうやつだったんだろうな。やっぱだから1から4が全部一緒だったんじゃない。あ、これか、沢良木志保。でもなんで急に声出したの。声出したら借金2倍じゃん、やばない。俺たちのクラスの副委員長で事実上の委員長とも言われている警察官の父親に厳しく育てられたからか、曲がったことが大嫌いで喧嘩も強い、いろんな意味で頼りがいのあるお方。曲がったことが大嫌いだったら肺に入れろよバカ。下着は何色なんだろうか。三笠天智。学年トップの天才、勉強ができるってだけじゃなくコミュニケーション能力も天才的。一見不愛想にも見えるが、彼のことを悪く言う人間には教師を含め会ったことがない。我らの調停役でもある。じゃあ肺に入れろよ。心気ゆとり、口数は少ないが優しい子でアニメとかが好きらしい。あ、1年の時はいじめられていたらしいが、沢良木がいる2年のこのクラスでいじめが続くわけもなく、沢良木を通じて親しくなった。でもなんか苦しいよ、苦しい。キャストのところ見ようぜ。沢良木の下着の色をなぜ急に言い出した。次回のサブ隊がさ、あるでしょ、話したいことが。いろいろ、どのタイミングで話すよ。今話したらやべえやん。だってでも喋っちゃったからもうマイナス2倍は確定でしょ。浜野や、浜野がおるやん。水木奈々いないよ。ああ、宝珠は先生なのか。じゃあなんでお金って言ったんだ先生。雄一母はお友達って言ってたし、学ぶくんが高山みなみっていうのはおかしいって。もうほんとコナンだけにしてやれよ。どんどん死んでいく役はかわいそうだろ。上田玲奈さんと伊藤静香さんじゃん。まあ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 、まあ、これ見るのつらいな。でもこれ、いやまあ死にゃせんけど、ぐちゃぐちゃだよ感じを。推しうんぬんとか作ってる場合じゃねえって。大丈夫、雄一くん歪みまくっちゃうよ。やばいってこれ。まあなんかな、あのタイプだったよね。だから本当に出会って5秒でバトルと同じだったよね。なんかやらせて、それをこうその主催者っていうか、そっち側が見てるっていう状況はほぼほぼ一緒で、今のところだとまあ何、普通の線画に
CG が入るの苦手なんだけど、マナブくんだけだし、そんなに CG 使ってるわけでもないから、見れるかな。気になる。これは。これはちょっと見続けようかな。ちょ、心臓が持つかどうかわかんないけど。辛い。きつい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 。まあでも誰が今のところいいかって言ったら、まあゆとりちゃんがいいけど、でもあの子絶対裏切りそうなんだよ。ゆういちだけだよとか言ってたのがもうフラグでしかねえじゃん。さわらぎの方もさ、なんかこうやってさ、ゆういちがなんちゃらかんちゃらみたいな感じであったけど、あれもなんかどう、って感じだし。でもなんで雄一が沢良木の下着の色知ってるかちょっと気になるから、そこだけ気になるから来週も見ようかな。はい、ということでね、もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にもリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、テレビアニメ友達ゲーム第1話、あれ雄一くんは友達を疑ってるのでした。ありがとうございました。ならね。